今のあんたくらいならちょうどいいって。無理だよ、私くらいでも無理だよ。めっちゃ見られよりお姉さんに。いやー、まったく昨日はひどい目に遭いました。どうやって出てきたんやろ。もう置いてきぼりはやめてくださいよ。ははは、ごめんごめん。そうそう、あいなちゃん、私新しいアプリを手に入れましてね、その名も妖怪ウォッチバスターズ。あれ、そんなゲームがなかったかい。昔あったよね、やったことないんやけどさ。妖怪ウォッチバスターズ。そうです、今妖怪の間で大流行中のアプリなんですよ。どんなアプリなの。何を隠そう、あの鬼時間にいつでもどこでも入れるアプリなんです。嫌だ。鬼時間に。そうです、そして好きなだけ鬼と戦うことができるんですよ。そんなの絶対嫌だよ。まあ普通の鬼時間と違って妖怪にしか入れないんですけどね。俺っちゃ鬼時間入ってみたいにゃん。マジで。そう、ジバニャンみたいに普通は鬼時間に入れない妖怪で鬼時間を戦えることができるみたいですよ。普通は鬼時間に入れないの。自分で入らなくていいなら何でもいいけど。ひどい、結構。それとこのアプリには通信機能もあるらしいですよ。説明書によると4人まで協力して戦えるとか。あ、なるほどね、通信機能ね。へえ、通信対戦機能みたいなのあるんや。気が向いたら妖怪パッドから遊んでみてください。まあ気が向いたらね。向かなそう。妖怪ウォッチバスターズアプリを手に入れた。妖怪ウォッチバスターズのヘルプが追加されました。アイナちゃんどこ行くにゃん。商店街までお使いよ、ママに頼まれたの。ねえ、あの噂知ってる？最近この辺りでいろんなものが。なになに？ばっかでかくなるって噂でしょ？知ってる。なにそれ。八百屋さんの野菜とか自転車とかいろんなものがばっかでかくなるらしいよ。自転車はあれやけど八百屋さんの野菜でかくなるのよくない？お得そう。キャー、なに？え？落とした？え、なになになにあれ。え、いろんなものがでっかくなってる。なにそれ。あ、待って待って待って、横のやつあれか、まんじゅう。キノコ生えてるよ頭に。あ、この妖怪の仕業なのね。でかい。なにあれ、すっごい鼻息。鼻息。アイナちゃん、頭がばっかでかくなってますよ。何、違うゲームになっとる。嘘、ばっかでかっていうか重っ。キャー、体そのまんまやもんね。まずいです、アイナちゃん、勇気を払って。ほほほ。おお、ふう、助かった。もしかしてあの妖怪がでかくしてるの。食べ物に関してはなんかもうあれ一個食べきれんよね。めっちゃお得やん、普通に買ってでかくすれば。てかかわいい、にゃんとにゃんとそっくり、売り二つです。え、私なんてばっかでかい妖怪にゃん。しかも友達妖怪がいて妖怪ウォッチまで。こりゃあきっとちみこそオラッチが探してる敏腕助手少年ビートです。え、なにそれ。ビート？何それ。今この世界は大ピンチでふ。妖怪と友達になれる人間、チミの力が必要なんでふ。え、どういうこと？もっと説明がないと。チミと深い関係のあるオラッチの友達を助けてほしいでふ。あなたの友達？それって誰のこと？バフフ、この続きはまた今度。まずはケマモト村に来てもらうでふ。ケマモト村す。これはあれか、ワンにはなかった場所か。キャー。いや、ケマモト村、プニプニで見たけどさ。プニプニでは見たことあるけん、全然、ね、おーおーってなるけど。チミはケマモト村へ行きたくにある。ケマモト村へ行きたくにある。え？催眠術？ケマモト村、ケマモト村。多分ワンにはなかったよね、そんな場所は。ケマモト村へ行こう。多分今行けとる場所でワンは全てだったんじゃないんかな。そこからさらに。何あれ、何持ってんの。
ん、あとは何を持っていこうかな。旅行？ケマモト村へ。そんなに散らかして何をしているんですか？別に散らかしてないってば。明日おばあちゃん家へ行くからその準備をしているの。あ、それがケマモト村にあるの。おばあちゃん家？アイナちゃんのですか？そうよ、ケマモト村というところですごく遠くにあるの。ねえアイナ、ケマモト村へ行く準備はできた？え、これは何、たまたま？それともあの催眠術的なあの効果が家族にまで発生してる感じ？あとちょっとかな。しっかり準備しておきなさい。一人でケマモト村に行くの初めてなんだから。一人でか。うん、大丈夫。じゃあ行きたいって言ったんかな。ところでおまんじゅう見なかった？おばあちゃんへのお土産にしたいんだけど、なぜか見つからないのよね。ううん、知らないよ。そう、パパも知らないって言うし、本当にどこに行っちゃったのかしら。おまんじゅうが見つからない。もしかして妖怪の仕業かな。あれじゃない？あの、ジバニアンとかじゃない？知らんけど。いやいやいや、いくらなんでもそれは考えすぎですって。そうかな。ほら、まあ、妖怪の仕業っちゃ妖怪の仕業。そうそう、考えすぎにゃん。これでも食べて落ち着くにゃん。ありがとう。それじゃあ一口。おいしくーな。おいし、おいしいおまんじゅうですね。お土産。これはまさか。何勝手に食べてるの？うぃー。結構な力。どうしよう。こうなったら我々がおまんじゅうを買い直してくるしかないのでは？まあ、でもほら、ふみちゃん、小学生やけんさ、ちょっと食べたくなって食べちゃったぐらいでいいんじゃない？自分のおばあちゃんやし。そうね。ママに話してみようか。なんて？なんて話すん？ごめん、本当は撮っててって。だって妖怪の話するわけにいかんもんね。あら、ゆな、どうしたの？ママ、おまんじゅうのことなんだけど、私が買ってこようか？あ、そういう、最初から知りませんってなんね、やっぱり。え？アイナが買い直しに行ってくれるの？うん。やっぱりお土産がないとおばあちゃんに悪いじゃない。それもそうね。じゃあお使い横丁の独霊まで行ってきてくれる？うん。それじゃあこれで買ってきて。おまんじゅう代よ。おまんじゅうのお金として1000円もらった。ありがとう。ではおまんじゅうを買いに独霊へ行きましょう。でも普通家の中でおまんじゅうなくなったらさ、めっちゃ気にせん？どっかでカビ生えてくるかもしれんやん。商店街を通って、ん？なんか、骨董屋にもマークついてんな。なんかマークいっぱいついとんやけど。ちょ、待ってね。ちょ、本屋さん。本屋さんで本も買いたい。ここまで来たけんさ。ここか。どっこい書店。本くださーい。おやおや、よく来たね。どんな本を探したい？習得、空手講座。名手あっとんかな？空手はこれだけ。高え。え、これってもしかしてさ、おまんじゅう代もこのお金の中に含まれとる？やめてよ、別にしてくれる？そんなん一緒にされたら困るんやけど。ねえ、使ってしまったらまた自分で稼ぐしかなくなるやん。よし、とりあえず、あ、ここやね、和菓子屋。え、これどっちでも買えるってこと？ごめんなさい、横に行けばよかったね、私が。でもドクル屋って言ったけん、もしかしてどっちもドクル屋なの？元祖ドクロ屋とドクロ屋本家、どっちもドクロ屋なんや。なるほどなるほど、店の名前自体も一緒か。じゃあ、え、でもおばあちゃんやけんさ、こっちの方がいいんじゃない？いらっしゃい、元祖ドクロ屋のまんじゅうじゃよ。あっちはなんか若者向けっていうかね、そんな感じがするやん。一箱8個入れで900円じゃ。買っていくかね。はい、買っていきます。ありがとう。また来てくださいな。元祖まんじゅうを手に入れた。
おまんじゅう買えてよかったですね。ではお家に帰りましょう。明日が楽しみですね。あ、今日行くわけじゃないよね。うん。じゃあちょっと帰る前にさ、あーでも帰る前にっつってもあれ通り過ぎるんか。じゃあここの畑になるんよね。あ、アイナちゃん、あんたはどう思う？きゃ、な、何が？この子よ、しおりちゃん。聞いてよ、この子って。ねえねえ、舞ちゃん、やめようよね。お、この女の子たちは確かクラスメイトの。舞ちゃんとしおりちゃんだね。二人が一緒なんて珍しいかも。まあ、タイプ違いそうやもんね。ねえ、ちょっと聞いてる？あんたこの子、しおりちゃんのことどう思う？え、どうって、普通かな？何言ってんの？すっごい地味でしょ。え、いや、どっちかというとそうだけど、心の声。私ね、ずっと気になってたの、しおりちゃんのこと。お、これは何？あれか？生まれ変わらせる感じ？よく見てよ。この子おしゃれすればそれなりになるはずなの。だからもう見てらんなくて。もう私がやるしかないじゃん。おー、ドレスアップだね。そっか、舞ちゃんっておしゃれだもんね。ねえ、アイナちゃん、あんたも手伝ってよ。しおりちゃんをおしゃれな女の子に大改造する計画をね。おしゃれになりたくて。クラスでも地味な存在のしおりちゃん。舞ちゃんの手で大改造計画が始まる？おー、いいやん、いいやん。うん、わかった。私も手伝ってみるよ。しおりちゃんがどんな風に変わるのか、ちょっと見たいし。あ、やる気じゃん。ありがとう。というわけでさ、もう逃げられないよね。無理だって。私がおしゃれだなんて。そんなのやってみなきゃわかんないでしょ？わかってる？地味なメガネの子は大胆に変身するのが決まりなの。まあ、漫画では。あんたも自分で地味なものは嫌って思わないの？それは、ちょっと嫌かな。ほら、あんたもどこかでおしゃれになりたいって思ってんの。それでどうするの？舞ちゃんの服を着せちゃうとか？あー、ダメダメ。あたししおりちゃん全然タイプ違うじゃん。あたしの服が似合うわけないでしょ？わかんないかな。おー、なんかちゃんとタイプに合った感じでおしゃれにするってことなんや。すごいね、ちゃんと考えとんや。ごめんなさい。清楚系で明るい感じってことかな。あ、そうだ。この辺に本屋あったっけ？あったよ、さっき行ってきた。うん、フラワーロードの中だよ。よく買いに行くけど。ちょうどいいわ。まずは雑誌を見て練習ね。商店街の本屋にだって、ファッション雑誌くらいあるでしょ。私そういうの読まないよ。読まないから地味なんでしょ？さ、行くわよ。ふん、女の子って大変ですね。もしかしてあゆのちゃんも結構苦労しちゃってます？あはは、まあね。ささ、それでは私たちも二人についていきますか。うん、フラワーロードの本屋だから、多分どっこい書店のことだね。まあでもなんかいじめとかじゃなくてちゃんと、改造してあげるみたいな感じでよかった。で、なんか二つあるけど、あっちはなんかまた別のクエストってことね。さっきもあった？あの旗のマーク。ほら、しおりちゃん、これなんかどう？大人っぽすぎるよ。あ、もしかして、清楚系じゃなくてセクシー系とかそっち行く？そうかな？あんた結構スラッとしてるでしょ。こういうタイトのパンツも似合うかもしれないじゃん。おかしいよ。おかしくない。私が見てあげんだから。すごい自信。しおりちゃんにはおしゃれする勇気がないみたいですね。おしゃれする勇気か。妖怪の力でなんとかできないかな。お、これはなんか必要な妖怪が出てくるパターン？そうですね。ちょっと調べてみましょうか。よし、雑誌もいろいろ見てみたしさ。次は行くっけないよね。行く？どこに行くの？ここじゃないの？服屋さんじゃないの？ここじゃ服なんて着れないでしょ？実践あるのみよ。まさか、着るの？じゃないとどうやって変身するつもりだったの？さ、この商店街にも服屋あったよね。あの微妙な看板のやつ。そんなのあった？なんで知らないのよ。そこ行くわよ。ほらほら。でもこういう商店街の服屋さんってなんかめちゃくちゃおばあちゃん向けみたいな感じじゃない？行っちゃいましたね。ていうか私たち何もしてませんね。だからさ、やっぱり妖怪の力を借りようよ。さっき調べたよね。見つかった？いや、そのですね。調べてないな。おっと、
まずは追いかけましょうか。見失ったらダメですもんね。商店街の服屋といえばですね、カリスマスタイルというお店だったはず。調べなよ。カリスマスタイル、え、閉まっとるやん。あ、こっちか、左側やった。ほら、どうしたの、早く入ろうよ、ね。そんな、入れないよ、こんなお店。こんなって何よ、こんなって。ま、私に言わせれば品揃えもちょっと微妙だけどさ、今のあんたくらいならちょうどいいって。無理だよ、私くらいでも無理だよ。めっちゃ見られよ、お姉さんに。やっぱりしおりちゃんにはおしゃれする勇気足りないのかな。ふふふ、私見つけ、いや気づいちゃったんですけどね。あ、調べながらついてきたね。おしゃれする勇気だなんて、そんな回りくどいことしなくても、人をおしゃれにしちゃう妖怪を呼び出せばいいんですよ。お、え、そんなのいるの。シャレク夫人です。どうです、おしゃれっぽいでしょ。あの骸骨みたいなやつかな。まあ名前はね。で、どこにいるの。そよ風ヒルズで見かけるようですよ。セレブでおしゃれな妖怪なんです。お、すぐ答えた。何をおっしゃる、私の知識は甘く見ないでもらいたいですね。隅々まで見ながらついてきたんじゃないか。さっきからずっと調べたくせに。もう入っちゃえばなんともないからね。無理だよ、私こんなお店入ったことないもん。シャレコ夫人を連れてこなければいけないのね。なるほどなるほど、そよ風ヒルズ結構遠いっすね。いや、私はジミーじゃなくてシャレコ夫人が欲しいんすけどね。いや、ちょ、とりあえずじゃあ今回はもうちょっとこの辺で終わりにしておこうか。完治の家前で。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あの、なんか夜になってすぐに出てきた赤い箱を渡してきたお兄さんさ、あれも絶対起こるイベントなんかな、あのタイミングで。よくわからんけど、いつ取りに来るんやろうね、次。また夜になった時